君丹駅より見た、君丹トンネル君丹駅は、大王国北部、ラムプーン県メーター群にある、大国有鉄道北本線の駅である。君丹駅は、大王国北部にあり、ラムプーン県の人口約4万人が暮らす、メーター群にある。当駅は、ラムプーン県とラムパーン県の県境に位置し、首都バンコクから 683.14km 地点に、あり。 クルンテープ駅より特急列車で11時間30分程度である。特急停車駅ではあるものの、当駅の実質的な利用者数は極めて少なく、当駅が所在するメーター軍の代表駅としても機能しておらず、メーター軍の中心部の住民の多くはラムプーン駅を利用する。メーター軍中心部からの道路でのアクセスもラムプーン駅の方が便利である。当駅の利用者は、 駅周辺の住民以外は、もっぱらドイクンターン国立公園を訪れる観光客であり、寒気の観光シーズンには観光客で混雑することもあるが、それ以外の時期は年間を通して換算としている。ただし当駅では、補機の増解決や対抗列車の待機が行われるため、停車時間中に列車の乗客を相手に弁当その他の食品を、 販売する、物売りたちで賑わっている。当駅には二つの大国鉄ナンバーワンがある。第一は、大国鉄上最も標高の高い地点に位置する駅である。その印高値は578メートルである。第二は、大国鉄上最も長いクンターントンネルの出口側である。その全長は1352.10メートルである。二等駅であり。 特急列車も停車する駅でもある。1日あたり10列車の発着があり、内訳は特急2往復、急行1往復、快速1往復、普通1往復である。また当駅を含む六振駅より終点チェンマイ駅までは単線区間である。単式及び島式2面の複合型ホーム3面3線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。 ありがとうございます。